おはよう。テラちゃん。テラちゃん。この時間は雑誌週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんに今日発売の週刊文春から記事をご紹介いただきます。村井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。村井さんが担当する電子版は1日早く週刊文春記事を読むことができるんですね。はい、雑誌発売の前日の正午には記事が出ておりますので、こちらの方もぜひチェックしていただければと思います。はい、ではまず今日はこちらから。統一教会徹底解剖、安倍派と統一教会癒着の核心。安倍元総理の暗殺事件以降、厳しい視線が向けられている統一教会、そして統一教会と政界の関係もいろいろな話が出ています。見出しには癒着の核心とあります。村井さん、こちら教えてください。はい、現在ですね、自民党の政治家との癒着というものが非常に指摘をされていますけれども、はい、自民党の中でもですね、特に保守系が多い安倍派への接近を強めてきたというのがこれまでの統一教会のですね、歴史なんですね。で、亡き安倍総理にとってもですね、統一教会はもう本当おじいさんの代からつながりがある組織であり、はい、さらに安倍総理にとっては父親である慎太郎元外務大臣がですね、落選した経験を持つ総理をですね、選挙においては人一倍厳しくですね、それだけに票を集める力が高い統一教会には期待をかけてきたというわけなんですね。はい、で、統一教会についていろいろと調べておられるジャーナリストの鈴木エイトさんがですね、入手した教団の内部文書にもですね、安倍総理から直々この方を講演してほしいと、そういうような依頼があると、そういった記述も書かれていたんですね。はい、で、その結果ですね、その序盤は劣勢と伝えられていた候補者が当選するということもあったそうで、で、今回週刊文春安倍派の関係者に取材をしたところですね、その統一教会の信者っていうのはもう他のスタッフが嫌がるような地味な電話作戦など全くいとまないと。で、そこで安倍元総理は当時の選挙戦で当落線上にいる自分の派閥の若手のですね、教団票の割り振りというものを主導してきたんだと、こういった話があると思うんですね。そうなんですね。で、この統一教会と深い関係にある議員といいますと、先週、はい、下村元文科大臣の名前も挙がっていました。霊感商法でイメージ悪化した時の統一教会が最も頼りにしていた人物の一人だったようですね。はい、そうですね。で、2015年の8月にですね、統一教会が世界平和統一家庭連合への名称変更が認証されたわけですけど、はい、その時の文部科学大臣がまさに下村博文さんですね。はい、で、本当長い間ですね、ずっと申請したけど、受理をされなかったこの名称変更がですね、下村文科大臣自体に認証されたことについてはですね、当初、下村氏は週刊文春取材に対してですね、自ら無関係だということを強調していたんですね。はい、で、ところがですね、今回この下村氏が文部科学大臣時代に文化部長を務めてた人物がですね、下村氏は嘘をついているとしか思えないと告発をしましてですね、やはりその統一教会のような極めて政治性の高い案件についてですね、大臣の指示を仰がないで決まることはまずありえないと、そういうことをもう証言をしていました。はい、で、その当時のですね、決裁ラインにいた文部科学省の元幹部もこのような証言をしているんですね。はい、申請を受理しないという前例を覆したわけですから、もう下村氏と教団側で事前に話がついていたと見ていいと。で、こういったところを今回改めてですね、下村氏の方に事実関係を求めたんですけれども、はい、やっぱりその名称変更についてはですね、特に私から指示することはありませんでしたという、この一点張りだったんです。となるとこれはこのまんまってことなんですかね。そうなりますよ ね、もう、変えないつもりなんでしょうね。はい、さて、もう一人です。統一教会と深い関係があると言われているのが島根県議会議員の細田茂雄氏とあります。この人とはどういうつながりがあるんでしょう。はい、これ島根で細田というところで分かる人は分かると思うんですけれども、はい、この方ですね、細田博之衆議院議長のお父様のいとこなんですね。で、政治家なんですけれども、長年にわたって細田衆院議長のですね、選挙で選対本部長を務めていた、そんな人物なんです。で、この細田さん、茂雄さんの方ですけれども、彼が議長を務めている団体というのがありまして、それが島根県平和大使協議会という、組織になるんですが、はい、これは一般的な政治関係団体ではなくてですね、実はその統一教会と極めて密接に関わっている団体なんですね。で、この団体のこれまで の、 そのやってきたことを調べるとですね、この細田氏が統一教会の教祖のムン・ソンミョン氏の妻のですね、ハン・ハクチャ氏を来賛してですね、まさにその安倍元総理がビデオメッセージを送った団体
この団体とですね、非常に関係があるということが分かったんですね。そうですか、まあ、まだまだこの深い関わりがありそうなんですが、続きは紙面でぜひご確認ください。はい、さあ続いてはこちら行きましょう。木下雄介投手妻の告発、中日の怠慢で夫は死んだ。去年8月3日、中日ドラゴンズに所属していた木下雄介投手27歳が亡くなりました。まあ、27歳という若さですから驚いた方も多かったと思うんですよね、村井さん。はい、そうですね。本当に、まあ、木下投手の、亡くなった事件はですね、まあ、世間にも大きな衝撃を与えたわけですけれども、まあ、木下さんがその現役な選手だったことに加えてですね、この倒れたのが、まあ、新型コロナウイルスのワクチンを接種してから8日後だったということもあってですね、はい、まあ、当時すごく注目を集めましたよね。で、遺族の方々はですね、これまで公の場所では何も語ってこなかったんですけれども、はい、まあ、ちょっと一周忌を迎えるにあたってですね、雄介さんのお母さんとそれからお兄さんの同席のもと、奥様がですね、ご自宅で7時間にわたってですね、週刊文春の取材に応じてくれましたね。はい、これどのような話が聞けたんでしょう。はい、まずその気になる死因についてなんですけれども、当時主治医の先生からはですね、その倒れた原因の一つは新型コロナのワクチン接種であることは間違いないんだと。だけど亡くなった原因は別にあると、まあ、こういったことをその実は説明をされてたそうなんですね。でこの主治医の先生なんですが、その病理解剖をした結果、劇症型心筋炎というものをまあ発症していたことが分かったと話していたそうですね。はい、でもこれの原因としてやっぱりそのワクチンを強く疑っていると。はい、でその心筋炎を起こしていたところに、まあ、スポーツ選手ですから激しいトレーニングをしてしまったと。まあ、それがあったので不整脈の一種である心室細動というものを発症し、心肺停止になってしまったと考えられる。まあ、こういった話だったんですね。はい、で心筋炎というのは心の筋肉の炎とまあ書くまあもので、ウイルスや自己免疫が原因で心臓に炎症が起こる病気なんですけれども、はい、まあ、実際そのワクチンを接種した後にですね、心筋炎を起こすケースというのは報告がされていまして、まあ厚生労働省はまあ注意を喚起している、まあ、そういったこともあるのは、まあ木下投手に起こったことではないかということをこの先生は説明をしてたというふうに言ってましたね。はい、まあ、この先生はそのどこを問題視してるんでしょうか。はい、その後が問題だというふうに言うんですね。その今回のケースでその医師の先生が問題したのはその搬送の遅れなんですね。で、まあ、木下投手倒れてからですね、救急車を要請するまでになんと6分間かかっていたそうなんですね。で、まあ、このことをですね、主治医の先生に奥様が伝えたところ、搬送が早ければ助かったと言われたそうなんですね。で奥様はですね、当初球団の関係者から雄介さんが倒れた後、周囲の人間がすぐに救命活動を行ったと、はい、で救急車もすぐ来てくれたというふうに聞かされてたそうなんですが、ただその倒れた時の様子を詳しく聞いてもですね、球団側からは明確な答えがなかったそうなんですね。でそれで少しずつなんかこれはおかしいぞというふうに違和感を持つようになったと。でその後にいろいろ出てきた資料を見たところ、なんと救急車を呼ぶまでに6分間かかったということが分かったそうですね。その事例が分かったってことなんですね。はい、そういうことがあったんですね。はい、でもちろんですね、まあ、球団側もその医療従事者ではないの で, です、ね、最善の措置ができたかというと、まあ、判断難しいところはあったかなと思うんですけれども、ただその倒れた時にですね、その様子を見ないですぐ救急車を呼んでいればもう少しなんとかなったんではないかというのはちょっと思ってしまいますよね。それに加えてですね、この木下投手の奥様がもう一点その苦しんだのがですね、はい、まあ、中日の球団側のかなり冷たい対応だったそうなんですね。冷たかったんですか。はい、で去年の8月にですね、球団側からですね、懲役金として500万円を受け取ってほしいというふうに、まあ、奥様遺族は言われたんですけれども、まあ、この懲役金というのは働いている人が亡くなった時に企業が遺族に渡すお金のことですけれども、はい、まあ、この奥さんはですね、この受け取りの返事を保留にしてたそうなんですね。はい、これは実はちょっと問題がありましてですね。これどういう問題があったんでしょう。はい、実はその契約書がスポーツ選手と球団側でその結ばれると思うんですけれども、はい、実はですね、選手がまあ契約するときにですね、契約に基づく稼働で直接亡くなった場合は球団は保証金5000万円を法の定める選手の相続人に支払うという項目があったそうです。はい、なんですけれども、ドラゴンズはですね、その本来選手が死亡した場合に支払われる額よりも低い500万円にしようとしてたと。でこの5000万円の金額っていうのは木下投手をドラフトで指名した森重和元監督からですね、奥様は直接聞いたそうなんですが、まあ、そんなことがあったのかということをその奥様は総合に知ってですね、
そのお金を安くされてたんではないかということで、この違和感を抱くようになってしまったと。でそれに対して球団側はどう反応してるんでしょう。はい、でこの件について奥様とあの話し合いの場でですね、奥様は球団側にこの契約で5000万円について話したところ、その担当者がいきなり慌て出したそうなんですね。はい、だからもうそういうところを見ても非常に不信感が積もっていったと。さらにですね、その球団側は申請の手続きで事実とは違うトレーニング内容を提出してきたりとか、本当にもう交渉を重ねるにつれて、まあ、不信感はどんどん大きくなっていると。で、まあ、話はずっと平行線でして、一周忌を迎えた今でも、まだ労災の申請には至っていないということなんですね。そうですか。はい、今朝ご紹介したこの記事ですけれども、詳しい内容はですね、今日発売の雑誌週刊文春、または一日早く読める週刊文春電子版、ぜひお読みになってください。今朝は週刊文春電子版コンテンツディレクター村井源さんにお話を聞きました。村井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。